皆さんこんばんは。おすずの恐怖部屋の案内人、すずです。今回は、ちょっぴりゾッとするディズニーランドの都市伝説、7000をご紹介します。皆さん最後までお楽しみください。ディズニーランドには、牙を剥き出し、襲いかかってくる恐怖のミッキーがいると言われています。そのあまりの怖さから、子供たちも泣き出してしまうようです。どうやら、負の感情を溜め込みすぎて生まれてしまった存在のようです。恐怖のミッキーについては、キャストの間でもタブーとされています。タブーとされてしまうほどの恐怖のミッキー。経営側も、隠したい存在なのでしょうか。明らかにおかしなミッキーを見つけたら、すぐに逃げた方がいいかもしれません。閉園時間になっても帰らないと危険な目に遭うと言われています。そんな閉園後の噂は数々あり、帰らないと異世界に迷い込んでしまう。ははっ、どうして人が残っているのかな?と言われ、連れ去られてしまう。キャラクターたちの飲み会が開かれている。見つからない迷子は夢の国の住人にされる。イッツはスモールワールドの人形にされる。どの噂も帰れなくなるというのは共通しているようです。実際には閉園時間の22時を過ぎても人は残っているようです。アトラクションは終了するものの買い物をしたりする人がいて、最終的に23時前にはゲスト全員いなくなるようです。閉園後は夢の国ではなくなってしまうのでしょうか。帰りたくない気持ちでいっぱいなのはわかるけど、ちゃんと現世に帰らないとダメですね。知らないところに連れて行かれないように、閉園時間は守りましょう。ディズニーのトイレには鏡がないと言われています。通常なら必ず設置されているはずの手洗い場には鏡がないそうです。これには理由があって、鏡に映った自分を見て現実に戻らないように、配慮されたものです。他にも、女性が化粧直しなどで長時間滞在するのを防ぐためであり、トイレの混雑を避けるために工夫されているのだとか。チップとデールのツリーハウスに設置されていた滑り台。この滑り台では子供の怪我が多かったそうです。しかし、設備には何の問題もありませんでした。仕方なく、この滑り台は安全のために撤去となってしまいました。いざ撤去となった時、なんと滑り台の下から人骨が見つかったそうです。滑り台の怪我と人骨には何か関係があったのでしょうか。ただ、滑り台は遊具の中でも割と危なかったりします。衝突だったり、転落だったり、場合によっては大怪我につながりかねません。いずれにせよ、安全のための撤去は正しかったのかもしれないね。2008年にミッキーはディズニーシーのショーの最中に水上バイクから落ちてしまいました。水の中、思いであろう外装を取ることもなく、ミッキーのままでいたそうです。実は、ゲストの前では決して脱いではいけないという契約があり、たとえ命の危機があった場合でも、その決まりは守らなくてはいけないと言われています。水の中に落ちたらパニックになってしまいそうだよね。とはいえ、ミッキーには中の人などいないので、無事だったのでしょう。今後も事故、特に水上では気をつけてほしいね。ディズニー専用の送迎車と言われている、ディズニータクシー。車内はふかふかの座り心地、BGM はディズニーミュージック。さらに、絶えずディズニートークまでしてくれるそうです。だけど、このタクシーにまつわる怖い噂があります。女性がディズニータクシーを利用した際、目的地を言わずとも、舞浜方面へ向かって走行。車内ではディズニートークで盛り上がり、あっという間に到着。女性が料金を支払うと、
運転手がこう言いました。ここまで来たらご一緒したくなりました。一緒に行ってもいいですか？車内で盛り上がったこともあり、女性は OK してしまいます。するとタクシーのドアが閉まり、ディズニーランドとは違う方角へ走り出してしまった。危険を察知した女性はなんとか逃げ出し無事だった。恐ろしい体験をしたからか、何があったかについては語らなかった。かなりゾッとするお話だね。いくら楽しくて乗り心地が良くても誘いに乗ってはいけないようです。大人であっても知らない人についていくのは危険だね。ビッグサンダーマウンテンには女性の霊が出ると言われています。以前アトラクションが急停止してしまった。慌てて点検をするものの、操縦にも機器にも何も問題が見られなかった。再び同様の事故が起こらないように原因を突き止めようとするキャスト、監視カメラをチェックした際、その映像に凍りつくことになる。なんとレールの上を歩く髪の長い女性が映っていたのだ。その女性のそばには男の子がいて手をつないでいるように見えた。この親子と思われる二人はどこから来たのでしょうか。アトラクションに乗らずにレールの上を歩いているという話もなんか不思議だよね。男の子が生前大好きだったビッグサンダーマウンテンを二人で歩いているのかもしれないね。今回はディズニーランドの都市伝説七選をご紹介しました。皆さんが知っているものはありましたか？こんな都市伝説もあるよなど、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。